楽しみです。大会初日朝一番のティーショット、まあうまくキックでラッキーバウンドですね。いいとこチェッカーですね。いろんなどんなクラブをスタートで使ってるかと、うん、あれによって選手の使ってる匿名な情報が入ります。オーバーシードしてあるラフですね、うん、タイガー2番ホールのティーショット、まあ、昨年は一番優しいホールだったこの2番のパー5、ここは取っていきたいと。そしてタイガー少しつま先下がりになりますが、ここはもうアイアンで、うん、まあレイアップでしょうね、はい、いいとこ PGA ツアーのお膝元ですね。そうですね、隣にね本部が、はい、タイガーパー5の3打目バーディーチャンス、いいラインで止めてきましたタイガー。もうセカンドからうまく立て直してきました。ターフも綺麗に、はいよとこれですとウェッジぐらいでしょうかね。綺麗にボールを打った後にターフを取り、いや、はい、9番ですね持ったのは。左から追い風ですかねこの9番は。いいラインに来てたんですけどね。タイガーがどんなアプローチを見せてくれるのか。いやこれピン狙わないですよ、うん、アドレスも右に取ってましたもんね。もうあそこまではちょっと行っちゃったかなと思うんですけども、しょうがないかなと思うピン位置ですね、うん、ボギーの後の4番です。タイガーで映像変わってタイガー打つノックダウンショット、